おはようございます。おはようございます。昨日に続いて、イリチっていう、忘れ去られた思想家について、忘れ去られている、人間と語るわけですけども、僕は学生時代環境問題を、主に自分フィールドにしてたわけですけども、環境問題を、やってる大きい団体としては、日本自然保護協会とかいろんな会もあったんですけども、その中での、それが九州であったときに、僕も参加しました。で、参加して、公害問題の部会に出たんですけども、そこで原田正純先生っていう方と出会いました。で、原田先生っていう方は、水俣病の発見した人なんですよ。水俣病、それまでは地域的な奇病と思われてたのが、実際には有機水銀によって起きてたんじゃないか。しかもそれが窒素という企業によって起こされたもんじゃないかってことを突き止めた人なんですね。で、いろんな本も多くて、僕なんかも非常に尊敬してた人です。で、そこで話をして、感銘を受けて、そこからまだ深く環境問題に入っていくことになったわけですけども、この原田先生と、イヴァン・イリッチとが、対談したことがあったんです。で、対談して、イリッチが何て言ったかって言ったら、なんで、そんなね、水俣病を作ったんだと。そういう名前をつけて、その患者を何人も作って、なんか意味があるのかっていうことを、言ったわけなんですね。で、僕もその、詳しくは覚えていませんけれども、何十年も前なんですけど、なんてバカなことを言う人なんだ、この人は、と思ったわけです。水俣病を作ったのは窒素であり、公害なんですよね。それを見つけた医者を責めて、どうするんだと。で、なんていうのか、ラジカルな思想っていうのは、こういうアホな連中も生んでしまうんだなってことを思い立って、もう一切リーチとはもう関係を断ちました。リーチとかその、なんていうか、これに従う人たちとは。結局、イデオロギー上の病気と、本当の病気とは全く意味が違うんですよ。だから、イリッチなんかは、とにかく、近代が悪いんだと。もう、言わないけれども、この人にとっての最高の時代ってのは中世なんですよ。キリスト教が全てを支配して、もう、伝統的な中に生きている、そう、キリスト教の伝統の中に生きている世の中がもう、最高に素晴らしくて、近代が全てをおかしくしたっていうことから来てるわけです。で、もう、イリッチといえば、もう一つ、ジェンダーって知ってますよね。うん、ジェンダーって男女の差別っていうことで。で、もうこの人が書いた、バナヒラジェンダーっていう本があるんですけども、これによって結局、地域的なジェンダーを、男女の役割っていうものを、近代が壊していくっていうふうな議論をしたわけです。で、これに対して、フェミニストたちが非常に反発して、近代化論者、たちと、イリチ論者との分かれて、日本で言えば、上野千鶴子と青木弥生さんとの間での論争。僕は、ジェンダー論で、青木弥生さんと、上野千鶴子さんとが、初めて京都で激論したときの現場にも僕いましたけれども、非常にやっぱり、青木さんの議論は歯切れが悪かったです。というのも、やっぱり近代化論っていうのが非常に力を持ってきた時期で、イリチ学派っていうのは、学派とか、イリチを崇拝している人らは、非常に分が悪かった。で、僕はもう、青木弥生さんには勝ちがないと思いました。もう、バナヒラジェンダー、つまり日本で言えば、日本の男女、家社会なんかを擁護することになりかねないし、これではもう勝てないなと思ってましたら、上野さんに、撃退されて、結局、青木弥生さんなんかは、ベートーベン研究に行く、音楽研究の方に行ってしまうということで、もう今は、おそらく、フェミニズムとは無関係な方向に行っていると思います。で、あの辺から、曲がり角で、イリッチっていうのが、もう読まれなくなっていったんじゃないかなと思います。もちろん、近代化論者、モダニストたちが正しいとは、僕は思ってませんけれども、
正しいとは思ってませんけれども、まあ、そういう時代ですね。今の、まあ、こういう、まあ、男女平等というか、そういうのが当たり前に受けられている時代とはまた違う時代の、まあ、一つの、まあ、エピソードではなかったかと思います。まあ、今日は以上です。はい、ありがとうございました。